ゴールキーパーが内山、そしてディフェンスは右から小笠原、川島、鈴木翔太です。ダブルボランチが鈴木純と水野大輔、そして右にここまで6ゴール挙げています大卒ルーキーの久保、そして左にこちらも大卒ルーキーの榎本、ワントップ今日が今シーズン初スタメンとなる中井貴人、ゴールキーパーは徳重です。ディフェンスは右から三原、鈴木大成、森下、内田、ダブルボランチ田中と横谷です。右に近藤、左に大卒ルーキーここまで3ゴールの小原です。ツートップは新と松田と予想します。こぼれたボール持って松田、松田が遠目からシュート、左に外れました。この人も攻撃の起点です。鈴木翔太からボックス内、さあかわしながら横山、ゴールを見てシュートだ、決まった、先制ゴール藤枝真由志、横山が決めました。今シーズン5ゴール目、立ち上がり10分、先制ゴールは藤枝に生まれました。少し離れながらの右足のシュート、一瞬見て位置を確認してゴールの左に決めていきました。小笠原から鈴木純、ここをキープできるかというところでしたが、シュートを入れるか、クロスを入れて決まりました、横山、追加点藤枝、横山今日2ゴール目、中井から横山、手元の時計16分、藤枝が追加点です。ここですね、ここで中井が一瞬体を入れられるんですが、そこから競り勝って最後クロスを入れていきました。ここで奪って中井、中井のシュートがキーパー徳重、中井からのボール、セカンドボールは久保が取れるか、下げて横山キープ、鈴木純左足でシュートだ、枠を越えました。鈴木純のシュートは枠の上でした。縦入れて松田、ここ奪われて、さあ藤枝、中井がシュート、キーパーパンチング、さあ藤枝なおもキープしている、上げてフリーで受けてヘディング、後ろに最後押し込むことはできませんでした。三木が折り返して最後久保だったようですが、触ることができませんでした。さあ今度右サイド深くからクロスボール、後ろからシュートはサイドネット、最後は内田のシュートでした。三木、そして松村、上がってくるのは鈴木翔太、クロスを入れる、跳ね返って、おっとクロスバー角に当たりました。今のはディフェンスが触ってたでしょうか、あわやオンゴールだったでしょうかというシーン、逆に少し藤枝が受け身になっているのかどうか、あしかし奪って久保倒れない、アドバンテージ出ています、久保もらってチャンスになる、久保がシュートだ、クロスバー、セカンドボールを押したりのシュートは浮いてしまいました。久保のシュート、クロスバー、久保から押したり、フリーで受けて押したり、ハンドアピールしましたが、さあまだプレーオン、シュートは
惜しくも枠に弾かれました。ポストです。やはり1枚こう剥がすような小陣が一つ欲しい印象ですが、背後へ出た、チャンスになった鈴木、鈴木大成のシュートでした。今試合終了です。ホームの藤枝前 FC、 前半挙げた2ゴール、2対0、クリーンシートで愛媛を破りました。